ジェッツチャンネルは鎌ヶ谷工業の提供でお送りします。まだまだじゃないですか。ああ、彼まだやりますからね。ミラクルスリーポイントって言われてるぐらいだったらまだミラクルじゃないからね、本当は。なんかミラクルって言われてるぐらいじゃまだダメですから。ダメかも。スリーポイントはあんなにうまいのになんでフリースローが入んないだっていう声がねちらほらと。どうですか。そうですね、それ本人に聞いてみましょうか。どうですか。いや、なんか昔から苦手なんですよ。わかんない、もうなんか本当昔から苦手なんですよね。調子乗ってましたね、完全に乗りすぎた感じ。調子乗りすぎてやっちゃった、空振っちゃった。ちょっと調子乗っちゃいました。いや、俺別に MVP 欲しいとかないんですけどね。まあ、本当に僕欲しいです。僕 MVP 欲しいです。いやいや、もうあそこで決めたから、いいタイミングで決めたからと。はい、調子乗ってました。はい、こんな感じなんですかね、ずっと。もう残したまま、もうこのままこう置いて、このままこう置いて。いや、もう本当に、まあね、ファンの皆さんだったり、本当支えてくれる人たちのおかげで、まあ、本当勝てたと思うので、もう一度ね、もう一個タイトルがあるので、まあ、しっかりと恩返しできるようにまた頑張りたいと思います。そうですね、やっぱりこうやって支えられてるからこそ2連覇があって、で、まあ、去年のそれこそ今リュウモが言った通り、やっぱりリーグで勝ちたいっていう気持ちがさらに強くなったので、まあ、リーグでしっかり、まあ、この勢いのままちゃんとリーグ連覇、リーグも勝てるように今2冠、まあ、僕今年の目標は2冠なので、まあ、2冠取れるようにしっかり貢献していきたいと思います。終わりにしときますか。メッセージ今したじゃん。今メッセージ目線でね。あ、だだ、はい、本当にたくさんの応援ありがとうございました。本当に、心強かったです。またリーグ戦も、熱い声援よろしくお願いします。ありがとうございました。本当に、皆さんのおかげで2連覇することができました。またリーグ戦が始まって、まあ、皆さんの本当に声が僕たちの力になるので、本当にその支えを、リーグ2冠取れるようにまた応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ジェッツチャンネルは鎌ヶ谷工業の提供でお送りいたしました。